STM でジョイバスの乗り場はですね、ここセッションロード下ったところに道があります。ここを入っていきます。ここを渡りますね。この道を入ります。はい、バスがいっぱい止まってます。各方面に、フィリピンの各方面、地方に行くバスがここからたくさん出ています。で、あれ SM なんで、タクシーの運転手にジョイバスターミナルと言って、ビハインド SM といえば、まあ、確実に連れてってくれると思います。そしてジョイバスのチケットはですね、インターネットや電話では購入できませんので、自分でオフィスに行って買う必要があります。今からこのオフィスに行ってみましょう。お土産屋さんもあるんで、あの空港に直行なんで、ここでお土産も買えちゃいますね。空港で買うと高いですから、ここで買いましょう。ちなみにバギョで有名なイチゴ、ウベジャムありますね。あ、ここです。ジョイバスのオフィスはここです。ここで買います。スチュワーデスさんがついてますと。 Wi-Fi もあって、トイレもついてて、リフレッシュメントとして水とスナックがついてます。ブランケットもあります。ビクトリーライナーだとブランケットがないので寒いですけど、これはブランケットありますね。レイズボス、席も座り心地いいです。ノンストップできます。5時間から6時間で行っちゃいますね。早い時は4時間で行きます。トラフィックによりますね、ということです。これです。ナイヤというのが マニラ空港のターミナル3のことですね。ナイヤ1、2、3、4、4って1から4まであるんですけど、ターミナル3までこれ直行で行きます。それ以外のターミナルに行きたい方は空港からタクシーに乗るか、シャトルバスですね。それかパサイ行きかクバオ行きか空港行きかです。でクバオの場合は690ペソ、シニアシーズン、まあ、これは関係ないですね。パサイ、空港までは700ペソです、ね、で時間帯が12時半ミッドナイトから、2時、AM、PM ですね。これはクバオ行きです。これもクバオ行き。